とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はボスラッシュやっていきたいと思います。使う装備がこれですね。怒り、そしてウィザーアーマーのパープルストームですね。やっぱりどうしても無限付きのパープルストームが役に立つんだよね。矢がなくなってしまうので、すごく役に立ちます。そしてアーティファクトは羽、ドラ、キノコです。それでは行きましょう。では、行きますね。ここの他にも、ボスラッシュ見つけたのよ。ここの他にもあるんだけども、そこむちゃくちゃ長かったのよね。クリアしてみたら、どんぐらいだろうな。とにかく時間がかかった。20分ぐらいかかったかもしれない。なので、とりあえずここをやってます。あ、これダイナモ怒りだったらこれ余裕だな。うん、フィールドもそこそこ広いし、うまいこと、逃げながらダイナモ貯めて、攻撃していけばもう、なんてことなく、勝てますね。しゃ、ちょっと痛いか。ポーションバリア使うことなくいけそうかな？いや、ポーションバリアはちょっといるか。うん、だってこれ、ヘルスシナジーついてないので、回復は必要なのよね。しゃ！次のボスは誰だ？あ、これぐらいの矢が溜まれば、十分。他のやつ使っていけるんだけども、いいか、やばい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 。しゃ、やばいやばいやばい。おお、できれば倒して HP 回復したかったな。まあいいや、 OK、 いいでしょう。余裕じゃない？これで減るでしょ最後まで。あ、減らんかった。よっしゃー。で、次が、あ、動けなくなるから嫌いなんだよな。あと一体どこ？あと一体は、あ、確実に矢は出てくるね。一体倒すとさ。はい、終わり。んで、持って、次がラスボスだね。じゃあ1匹終わり。倒した時に近寄らない方がいいんだよね。近寄ると動けなくなってしまうので、うん、まあこれは仕方ないんだよな。使用上仕方がない。危ない。毒で倒すでしょ。倒さない。倒した。あと1体です。で、あと一体倒してからムーシュルムモンスターズでおしまい。終わり。なんか見えなくなるから嫌なんだよな。ちょっと待ちます。いくぞ。うーん、10ぐらい貯めて打ち込めばいいかな。ああ、いや、でもそこまで減らせない。ああ、でも毒ダメージでじわじわ死ぬね。やっぱ怒り、このボスラッシュでは、むちゃくちゃ強いわ。本当に。うん、ボスラッシュでこれ怒りは、禁止だね。毒ダメージがとにかく強すぎる。OK。あとは、ドラ使って、終わりですね。はい、クリアです。余裕すぎ。はい。ということで今日はボスラッシュやってみましたけども、覆われた怒りで行くと、ダメだね。うん。覆われた怒りはちょっと卑怯臭いわ。余裕すぎる。うん。まあ、このウィザーアーマーね、やっぱり強い。いい感じに回復するし、ポーションバリアも効いてるので、いい感じです。ちょっとね、もうちょっと、倒しにくい武器を使って今度はやってみたいと思います。
はい、あとね、もう一つのボスラッシュもちょっと飛ばし飛ばしで見せたいところですね。とんでもない難易度です。すっごい難しいです。でもクリアしたら結構いい感じなんで今度見せますね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。